ハルミンは、インドール構造とピリジン管を持つ三観式のベータ、カルボリンアルカロイドに属する。自然界に広く分布し、植物、海洋生物、昆虫、哺乳類、また人の生態内に存在する。様々な国で、伝統的に様々な用途の薬として用いられており、近年の研究は抗菌、抗心筋、高腫瘍、血管脂管作用、インスリン管受精増加。 幻覚性を明らかにしている。傾向に発光する特性のため様々な試験に用いられる。多くの植物に含まれ、特に中東の植物ペガノムハルマラや南米のツル植物バニステリオプシスカーピに含まれている。ハルミンを含む薬草の調合剤アヤワスカはアマゾンの部族の儀式にて摂取される幻覚性の飲料である。ハルミンは モノアミンの分解を担う過逆性モノアミン酸化酵素 A 阻害薬である。ハルミンはマオ A に選択的に結合し、類縁体のマオ B は阻害しない。このモノアミン酸化酵素阻害作用は、食品に含まれるチラミンや他の医薬品との相互作用が命に関わることに繋がり得ることを示す。アヤワスカのうつ病に対する効果、ハルミン単独で、 生体での水ベータ細胞の増殖を誘導し、血糖調節を改善できるという予備的な研究が示されている。ハルミンは1847年にペガルムハルマラ、ペガナムハルマラの種子から初めて管理された。自然界に広く分布し、植物、海洋生物、昆虫、哺乳類、また人の生体内に存在する。ハルマルとも呼ばれる。植物はイランでは、 エスパンド、北アフリカでは、ハーメル、アメリカでは、メキシカンルーやアフリカンルーとしても知られる。これに含まれるハルミンやハルマリンは、有益な効果に関係する、最も重要なアルカロイドである。加えて、ハルマールガ属する、ハマビシュカでは、その他に少なくとも、ペガナムナイジェラストラムとザゴフィリムファベゴの2種が、ハルミンを含んでいる。 筋トラの丘のバニステリオプシスカーピも、また、ハルミンをはじめとするアルカロイドを含んでいる。研究者のキャラウェイとブリト及びネベスは、カーピが0.318.43%のハルミンを含んでいることを明らかにしている。加えて、筋トラの丘の少なくとも3種、すなわちバニスターアプシスの2種とカラムアンティーフェブリルが、ハルミンを含んでいる。ハルミンとハルマリンは、 内因性化合物として体内に存在する。アルコール依存症、薬物依存症、喫煙者において高い濃度で見出されている。研究者のアレクサンダーシュルギンは、縦波長化に属する7種の腸を含む30の異なる、ハルミンを含む、生物種を一覧にしている。リストアップされたハルミン含有植物は、タバコや土系層、パッションフルーツ、その他おびただしい数の植物などである。 モノアミン類は、以下のような多くを含む。セロトニン、ドーパミンなど神経伝達物質や、ホルモンのメラトニン、シロシビン、ジメチルトリプタミン、メスカリンといった多くの幻覚剤である。通常人体では、モノアミン酸化酵素が、これらモノアミン類を分解している。モノアミン酸化酵素阻害剤は、 神経伝達物質の分解を抑えることによって、これらの化学物質の人体の補充を助ける。マオイは国外で抗うつ薬として使用され、最近のものは安全性ためマオイ B ではなくマオイ A に選択的に作用するよう改良されてきた。ハルミンは大幅にマオイ A を阻害するが、マオイ B には影響せず、また化学性である。ハルミンはまた、高用量では、 脳由来神経栄養因子タンパク質の濃度を高める。BDNF は抑鬱状態において減少するものである。ハルミンはまた、抗不安薬であるベンゾジアゼピンと全く逆の作用するガバー受容体の逆アゴニストである。ハルミンやバニステリオプシスカーピは共に抗生神薬として伝統的に用いられてきた。B カーピは伝統的に アマゾンの部族の儀式における、アヤワスカという幻覚性の飲料に配合されてきた。それは、ジメチルトリプタミンを含む植物とともに配合されている。また伝統的に単体でも飲料として消費されている。通常は、DMT は、蛍光での摂取では、胃の中で酸化され不活性となるが、ハルミンのモノアミン酸化酵素阻害作用によって作用するようになる。 現代の実験者によって、ハルミン及び飲料に含まれる物質と、その他の多くの薬剤と同時に使用した場合の効果が検討された。多くの幻覚剤は、このような方法で使用した場合は、効力が増すことが明らかになっている。ハルマルは、イランではよく知られた植物であり、広く中央アジア、北、アフリカ、中東にて長い間にわたり、薬用植物として用いられてきた。 抗菌薬としても用いられ、例えば、サウジアラビアでは抗心菌薬として伝統的に用いられてきた。一部の地域で伝統的に糖尿病の民間療法として用いられてきた。また、高血圧、心臓病の治療に頻繁に使用されている。伝統的に、パーキンソン病に、あるいは他の神経系の状態として、痛みや抗うつ作用である。また伝統的に、 ガン及び腫瘍に対してであり、例として、モロッコでは皮膚や皮下腫瘍に用いられる。ハルマリンとハルミンは紫外線下で傾向を示す。図の3つの抽出物は、中央が一番高い濃度のハルマリン及びハルミンを含んでいることを示している。ハルミンはまた、便利な傾向性 pH 指示薬である。局所的な環境の pH が増大すると、ハルミンの傾向発酵は減少する。 放射性同位元素の炭素11で標識した、ハルミンは、魔王 A に結合することを利用し、ポジトロン断層方神経画像検査に用いられる。ハルミンには、鎮痛作用が見られる。ハルミンには、抗菌作用、抗真菌、抗気性中作用、殺虫作用がある。他の根分泌物に見出されるハルミンは、殺虫作用を示す。あやわ医療における可能性も、 参照近代的な薬品としてのモノアミン酸化酵素阻害薬は1950年代より用いられている。ハルミンはその基準により抗うつ薬の有力な代替薬である。古来より用いられるアヤワスカのうつ病に対する治療研究が知られている。ラットの神経幹細胞における脳の濃質した帯とウミウマの市場界の細胞新生が観察されており、 その関与が考えられる。2010年、ジャーナル・オブ・フォート・ケマストリー・ m i s t r y a n p h o t o b i で、ハルミンなどの β カルボリン類が DNA に結合し、高腫瘍活性を示すことが示された。ハルミンは、類塩体のハルマリンよりも100倍強く DNA に結合する。ハルミンは、HL60 及び K562 細胞株に対して、細胞毒性を示した。これによって、 p. ハルマラのこれらの細胞株に対する毒性を説明することができる。血管新生阻害作用も見出されている。糖尿病の治療の研究では、水ベータ細胞の再生や増殖を誘導する治療薬が必要とされており、その探索のためにスクリーニングを行い、ハルミンが候補に上がった。マウスと人における生態での研究では、 水ベータ細胞の増殖を誘導し血糖調節を改善できることが示された。ハルミン及び多量のハルミンやその他のハルマラアルカロイドを含む植物は、うつ病に対する安全な治療薬としては、医学界では一般的に考えられていない。しかしながら、これは、マオ A とマオ B 間で選択性がないマオ阻害剤を用いた実験によって過去に固まってしまった偏見である。 チーズなどチラミンを多量に含む食物を摂取する際、マオ A やマオ B を阻害すると、チラミンが分解されず危険なレベルまで蓄積してしまう。ハルミンは、化逆的にマオ A を阻害するため、ハルミンを含むハルマラアルカロイドは、このようなチーズ症候群を引き起こしにくい。傾向あるいは静脈注射による30から3 0 0ラムのハルミンの投与は、興奮や除脈、貧脈、 視覚のボケ、低血圧、痺れ、幻覚を引き起こす。診断の確証のため、血清あるいは結晶中のハルミン濃度が測定される。結晶消失半減期は1、3時間程度である。ありがとうございます。